樹南のファザード内装、サグラダ・ファミリア協会完成予想模型道場2009年、他を閲ろうサグラダ・ファミリアは、日本語に分けすると、聖家族食材協会という正式名称を持つ、スペインのバルセロナにある、カトリック教会のバシリカである。日本語では、聖家族協会と呼ばれることも多い。サグラダ・ファミリアは、カタロニアモダニズム建築の、最もよく知られた。 作品例であり、カタロニアの建築家、アントニーガウディの未完作品である。バルセロナ市のシンボルである、この建物は綿密に構成された、象徴史的なシンボロジーとともに、パラボリックな構造のアーチや、手楼に据えられた、自然主義と抽象主義の混在する彫刻などで、大胆な建築様式を誇っている。2004年の統計によれば、サグラダ・ファミリアは、 アルハンブラ宮殿やマドリッドのプラド美術館を抜いて、スペインで最も観光客を集めたモニュメントとなり、2008年には270万人を集めた。生前のガウディが実現できたのは、地下聖堂と生誕のファサードなど、全体の4分の1未満であるが、これらは2005年にアントニー・ガウディの作品群を構成する物件として、ユネスコの世界文化遺産に登録された。 食材協会なので、資金調達は信者の記者に頼ってきた。資金不足により工事がなかなか進まなかったが、1990年代以降に廃管料収入が増えて、資金状況が好転した。2010年11月7日にサグラダ・ファミリアを訪問した教皇ベネディクト16世がミサと性別を行ったことにより、サグラダ・ファミリアはバッシリ化となった。 教皇によるミサには司教ら6500人が参列し、800人の聖火隊が参加した。9代目設計責任者のジョルディ・ファウリは、2013年にガウディの没後100年にあたる2026年に完成予定と発表しているが、2020年に新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行した影響で、スペイン国内でも感染拡大防止のため、 ロックダウンが行われ工事中断を余儀なくされたほか、建設のための重要な資金源である記者やチケット収入が大きく減少したことから、2026年の完成は不可能とみられている。彫刻家の他を閲領が1978年から従事しており、2013年からは主任彫刻家として全体を取り仕切っている。サグラダ・ファミリアは民間化トリック団体 ホセ協会が食材協会として計画し、初代建築家フランシスコ・ビリアールが無償で設計を引き受けた。1882年3月19日に着工したが、意見の対立から翌年にビリアールは辞任。その後を引き継いで2代目建築家に就任したのが、当時は無名であったアントニー・ガウディである。ガウディは設計を変更したものの既存の計画の踏襲はされた。 1926年に亡くなるまでライフワークとして、サグラダ・ファミリアの設計、建築に取り組んだ。一方、着工時の建築許可が更新されず失効していたことから、2018年にバルセロナ市当局と支払いなどで合意するまで130年以上に、わたって違法建築状態が続くこととなる。ガウディは模型と紐と重りを用いた実験道具を主に使って、 サグラダ・ファミリアの構造を検討したとされる。ガウディの死後の1936年に始まったスペイン内戦により、ガウディが残した設計図や模型、ガウディの構想に基づき弟子たちが作成した資料のほとんどが散逸した。これにより、ガウディの構想を完全に実現することが不可能となり、サグラダ・ファミリアの建造を続けるべきかという議論があったが、職人による口伝えや、 外観の大まかなデッサンなど残されたわずかな資料をもとに、その時代の建築家がガウディの設計構想を推測するといった形で、現在も建設が行われている。北、ファサード、イエスの誕生を表す東、ファサード、イエスの受難を表す西ファサードや内陣、振動などはほぼ完成したが、イエスの栄光を表すメインファサード、18本。 建てられるうちの十本の塔が未完成である。これらの塔の十二本が十二使と、四本が福音書記者、一本が聖母マリア、一本がイエス・キリストを象徴するものとされている。東側の聖坦のファサードでは、キリストの誕生から初めての説教を行うまでの逸話が彫刻によって表現されている。三つの門によって構成され、左門が父ヨセフ、中央門が イエス、ウモンが母、マリアを象徴する。中央の門を構成する柱の土台には変わらない。ものの象徴として、カメが彫刻され、中央の柱の土台にはリンゴを加えたヘビが彫刻されている。また、門の両脇には変化するものの象徴として、カメレオンが配置されている。中央門では、受胎告知キリストの降誕祝福をする天使、 東方の三博士や羊飼いたちなどが掘られている。サモンでは、ローマ兵による、エ字虐殺聖家族のエジプトへの逃避、父、ヨセフの大工道具などが掘られ、右門には、母、マリア、イエスの洗礼、父、ヨセフの大工仕事を手伝うイエスなどが掘られている。西側の受難のファサードには、イエスの最後の晩餐から、キリストの卓計、 キリストの昇天までの有名な場面が彫刻されている。東側とは全く異なり、現代彫刻でイエスの受難が表現されており、左下の最後の晩餐から、右上のイエスの埋葬まで、S の字を逆になぞるように彫刻が配置されている。最後の晩餐ペテロとローマ兵たちユダの接吻と、 裏切りチ中チのケペテロのヒーニーイエスの捕縛、ピラトと裁判十字架を担ぐシモンゴルゴタのおかいの、道を行くイエスとイエスの顔を拭ったせい、布を持つベロニカイエスの脇腹をつくことになる槍を、持つ騎兵、ロンギノスと爆をするローマ兵イエスの竹、イエスの埋葬と復活の象徴、そして首城を渡す橋の中央に昇天するイエスが、配置されている。 かつては完成まで300年はかかると予想されていた工事だが、スペインの経済成長や廃完了収入などに支えられて進捗は加速している。さらには21世紀に入ってから導入された IT を駆使し、ソフトウェアによる 3D 構造解析技術と 3D プリンターによるシミュレーション検証、CNC 加工機による成果が著しい。 2026年の完成予定が現実となれば、1980年代に見込まれた約300年という建築期間はその後の30年で半減し、約144年の後期で完成することになる。他方、創建当初はヨーロッパの境界建築の伝統的な広報である礎石作りで行われてきたが、現在では礼拝堂内部、 塔など多岐にわたって RC 作りが導入されており、この広報変化を批判する建築家や彫刻家も少なくない。なお、建設開始から長い年月が経っているため、建築と並行して既存部の修復も行われている。2006年、直下に高速鉄道アベニューのトンネルを掘削する計画が持ち上がり、建設側は地元自治体などに、 トンネル掘削中止を働きかけたが拒否された。一連のやりとりの中で、サグラダ・ファミリア建設が行政に届け出を出していない工事であることが明らかになり、話題を呼んだ。結局は調整が行われ、サグラダ・ファミリアの建築に対して、サグラダ・ファミリア特別法を制定し、合法化した上で徹底した地盤強化対策を行って、掘削工事が行われた。 2018年10月20日にサグラダ、ファミリア関財当局が3600万ユーロを今後10年かけて支払うことで、バルセロナ市当局より合法的に建築を行える、要工事許可を得る形で両者が合意したことが発表され、2019年初頭にも建築が合法化される見通しとなった。2019年6月7日、460万ユーロを 支払うことで137年を経て、ようやく建築許可が下りた。サグラダ・ファミリアは民族のシンボル、地域のランドマークでもあるため、しばしば教会付近がカタルーニャ独立運動に関連するデモ行進の目的地に設定される。2019年10月18日には、教会付近で約50万人による独立を求めるデモ行進が付近で行われたため、 安全面を考慮して臨時休業となった。西欧の大聖堂の建築において頻繁な初期計画の変更が行われた例はあり、特段おかしいことではない。ありがとうございます。